こんにちは。こんにちは。ハトマンヴィンテージギターズ、今月の商品紹介でございます。まあ、ご覧の通りフェンダーのストラトキャスターなんですけれど、まあ、カラーがですね、あ、まあ、これ自体は、81年製ですね、出荷、この年にちょうど、まあ、インターナショナルカラーシリーズというものが発表されまして、まあ、その中の一本です。アークティックホワイトというカラーになりますね。はい、インターナショナルカラー、はい、インターナショナルカラーということなんですが、はい、まあ、特徴としましてはですね、まあ、この頃基本的にはクロピックガードの、クロパーツというのが、まあ、基本仕様になるんですけれど、この、まあ、インターナショナルカラーというカラーバリエーションになります と、この辺の黒いパーツを残しつつ、ピックガードを白にしている、反転させて、でもっと言ってしまうとピックガードのこのビス、止めるビスですね、これを黒にしていると、まあ、そういう特徴を持っている、モデルになるんですけれど、まあ、どことなくあの人の持っている一本あの人の、はい、見てます、なんとかブラックなんとかさん、はい、の一本のようなこう雰囲気も持っておりますね。まあ、潰しの白は白なんですけれど、まあ、中基本的にはアッシュボディですね。まあ当時の基本スペックにはなりますけれどね。まあ白の焼け方がちょっとやっぱオリンピックホワイトと違って、まあ黄色くなりはするんですけれど、ちょっとそのなんか白の感じを残しつつの黄色というか、オリンピックホワイトだと結構その真っ黄色みたいな感じの焼け方しますけれどね、ちょっとそれとはその焼け方もちょっと違うのかなという感じですね。中身は基本的には変わってないですね。これもそのままになっております。リアのピックアップだけちょっと力の強い X1 というピックアップですね、この当時の基本仕様になるんですけれど、それもちゃんと残っている。はい、で芝の方を見てみますと、ロズットの指板のものってやっぱ人気があるんで、市場でもなかなか出にくいというか、出てくるともうすぐ売れちゃったりとか、結構貴重なんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ラージヘッドですね、ヘッドシリアル機の一本なんですけれど、裏も見てみましょうか。まあ結構綺麗ですね。うん。やっぱ痛みは少ないですよね。まあバック面もやっぱりこの白の焼け方というのがちょっとオリンピックホワイトとは一味違うような焼け方。ちゃんとバックパネルの黒のビスも残っているんでいいかなとも思うんですけどね。意外とないのが多いですか、ね、そうなんですよね、はい、はい、珍しいです。ちょっとじゃあ音を聞いてみましょう。はい、ちょっと熱いですか、これ。ああ、深めですか。そんなもんです、ね。
ハーフトーンいいですね、うん、そんなにキンキンしすぎないです ね、 ですね、この時期のものにしてはローズが影響があるんですね、うん、なんかちょうどね、まあストラトらしいですけど、結構ほら上の方がキンキンしちゃう個体がこの辺の時期のって多いですけどね、そこまででもないかなと思いますね。そうですね、うん、やっぱリアはちょっとパワーが、そうですね、これは、はい、こちらはお値段の方は、はい、こちらは19万8千円になっておりますので、はい、まああんまりね数が多くないモデルですから、そうですね、お早めにチェックをお勧めします。お願いします。はい、よろしくお願いします。次回はですね、おそらくですね、フィラデルフィアの、ギターショー買い付け分が到着してるんじゃないかと。素晴らしい。はい、で、まあ、頑張って調整すれば間に合うんじゃないかと、まあ、ものすごいコンディションで入ってくるものが多いんで、なんとかご紹介できるものをこう上げてですね、紹介できればなと思いますので、またご期待ください。ありがとうございました。ありがとうございました。